こんにちは、共生のシャーマニズム学教授の杉と申します。来週金曜日10月9日から、共生のシャーマニズム学リアルの第3期をスタートさせていただく予定なんですけれども、今回はですね、そのシャーマニズムの中でもその自分の内面とかルーツにアクセスするその力を磨くっていう、そこに、フォーカスしたいなと思っております。その自分の内面、ルーツにそのアクセスする入り口としてはですね、人によって様々なんですが、まあ、ウォーキングとか、例えばあとは祈り、瞑想、呼吸法、あとは音楽、それから、まあ植物と触れ合う、いろんなその入り口があるんですけれども、まあ、今回は、音楽、それから呼吸瞑想法、それから植物との触れ合い、この3つ僕が、皆さんにプレゼンテーションできる入り口がありますので、その3つを講義の中に組み込みまして、まあ、音楽は僕が、アフリカのパーカッションジャンベと歌で皆さんと、音楽を共有したいなと思ってます。で、呼吸瞑想法に関してはですね、全世界で、何十万人という会員数を誇ります。インドのアート・オブ・リビングという、呼吸瞑想法とヨガなんかをやってらっしゃる団体があるんですが、そこから、キールタナ・マリアパンさんというですね、女性の講師をお招きしまして、呼吸瞑想法を、オンラインで、皆様にレクチャーしていこうと思っています。あと植物に関してはですね、僕が群馬館林の方で、サボテンと多肉植物の温室を、何千種類とこう植物が温室をやっておりますので、そこから多肉植物を持ってきてですね、寄せ植えのワークショップなんかをやりながら皆様に植物に触れていただいて、で世界ではいろんなシャーマニズムの世界で植物が使われているんですが、まあ、南アフリカのウィッチドクターっていうですね、薬草をですね、ローカルの薬草をこういろいろ煎じて民間療法に役立てているそういう、民間療法士がいるんですけれども、あとはですね、メキシコのヤキ族なんかはサボテンのペヨーテっていうのを儀式に使いますね。これね、すごく感覚はすごく鋭くなったりするんですけれども、まあ、さまざまなそのシャーマニズムで使われている植物っていうのをですね、皆様にこうレクチャーしながら、こうシャーマニズムで植物がどのように歴史的に使われてきたか、そんなこともお話しさせていただきたいと思ってます。で、まあ、いろんな入り口があるんですが、で最終的に皆さんそれぞれの入り口があって、皆さんのその内側に深く入れる入り口があるっていうのをこう深く共有していきたいなと。でそれぞれの入り口がどこにあるのかっていうのもしっかりと見つけていきたいなと思います。で入り口が見つかったら、その、行為を毎日の中で習慣づけていく、どうやったら習慣づけられるか、そこまで、この前後回を通してやっていきたいなと思っております。皆様でチェックをよろしくお願いいたします。